ヨンダーアルトマソン、ヨンダーアルトマソン、ジョンダーアルトマソン、1976年8月29日体は、デンマークコペンハーゲン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード、元デンマーク代表。旧ゲビー系の下部組織でサッカーを学び、1992年11月に1 6歳で、トップチームに昇格でキャリアをスタート。1994年12月。 オランダの SC ヘーレンフェーン移籍すると2年目に、レギュラーに定着コンスタントに得点を重ね、1996年には、デンマーク年間最優秀若手選手に選ばれた。ヘーレンフェーンで3シーズンを過ごした後、1997年に、イングランドのニューカッスルユナイテッド FC に移籍するも、リーグ戦23試合で3得点と結果を残す、ことはできず。 翌1998年にはフェーエノールトに移籍すると初年度にオランダリーグ優勝。2001から02シーズンの UEFA カップ決勝のボルシアドルトムント戦では決勝点になる3点目を挙げる活躍などで優勝に婚した。2002年にイタリアの AC ミランへ移籍。当時のチームにはウクライナ代表のアンドリーシェフチェンコやイタリア代表の フィリッポ・インザーギが在籍していたこともあり、スタメンでの出場は叶わなかったが、スーパーサブとして、UEFA チャンピオンズリーグ2002から03、優勝や2003から04セリエ A 優勝に貢献。トマソン自身は、サッカー人生において思い出深い出来事として、フェイノールトでの UEFA カップ優勝と、AC ミランでのチャンピオンズリーグ優勝の双方を挙げている。 2004から05シーズン終了後に、ドイツブンデスリーガの VFB シュトットガルトに移籍し、2007年冬の移籍市場で、スペインのビジャレアル CF に、レンタル移籍。欧州主要4リーグ、イタリアセリエ A、イングランドプレミアリーグ、スペインリーガエスパニョーラ、ドイツブンデスリーガでプレーした、経験のある5人目の選手となった、他4人は、ドリンラドチョウ、ゲオルゲポペスク、アベルシャビエル。 イエールを埋め2007から08シーズンからは完全移籍となった。2008から09シーズンにはフルスであるヘイノールトへと復帰を果たし、2009年4月26日のアド・デンハーグ戦でエールディビジ通算0 0得点を達成した。2010から11シーズンは右足の怪我のため出場機会はなく、2011年5月に医師から復帰までに 全治3ヶ月かかり、その後再びピッチに立てる保証はないと診断されたことを受けて、同年6月7日に現役引退を発表した。デンマーク代表としては1997年3月のクロアチア戦で代表デビューし、1999年6月9日に行われた UEFA ユーロ2 0 0 0予選のウェールズ戦で代表初得点を決めた。 UEFA ユーロ二2では無得点だったが、2002FIFA ワールドカップグループリーグ、第1戦のウルグアイ戦で2得点、第2戦のセネガル戦と、第3戦のフランス戦で1得点ずつを決め合計4得点を上げ、グループ首位でのベスト16進出に貢献し、自身も大会得点ランキングの4位になった。UEFA ユーロ二2004でもグループリーグ第2戦のウルガリア戦で1得点。 第3戦のスウェーデン戦で2得点の合計3得点上げ、ベスト8進出に貢献した。代表チームでは首相を務め精神的支柱としてチームを牽引し、2008年2月6日のスロベニアとの親善試合でポール・ニールセンの持つ歴代最多代表通算52得点に1得点と迫ったが選手としてのピークが過ぎていたこともあり、その後2年間近く無得点に終わった。 2010フィファワールドカップグループリーグ第3戦の日本戦の81分に PK から得点を決め歴代最多得点記録に並んだがデンマークはこの試合に1から3で敗れグループリーグ敗退2010年8月8日に代表からの引退を表明した国際 A マッチ112試合出場は歴代2位52得点は前述の通りポールニールセンと共に 歴代最多記録である。2011年6月6日、ワールドカップの終了後引退をすることを表明し、2011から12シーズンから SBV エクセルシオールのアシスタントコーチに就任することが発表された。2013年6月17日、エクセルシオールの監督に就任した。2013年12月26日、14位で、 残留争いに苦しみ、ルートブロートをシーズン途中で解任していたローダ・ジェイシーからのオファーを受けて、ジュピラーリーグ7位のエクセルシオールを去って、ローダ・ジェイシーの正しに就任したものの、結局エクセルシオールは、新監督マリヌス大工配前のもとで、後半戦立て直しに成功し、リーグ戦3位から入れ替え戦を経て、昇格に成功。一方で、 ローダ・ジェイシーは後半戦15試合で、わずか勝ち点11と、さらに失速し、再開で降格。トマゾンは、シーズン後に解任された。2015年6月19日、フィテッセのアシスタントコーチに就任した。2016年3月7日、アシスタントコーチとして、大げハレーで率いるデンマーク代表に復帰した。選手時代は、 瞬間的なスピードとポジショニングを生かして得点を重ねたが一方で豊富な運動量と自らおとりとなる動きで相手の守備陣を引きつけ味方の得点チャンスを生み出していたデンマーク代表時代の監督だったモアテンオルセンからは常に自分のプレイよりチームのことを優先して考える究極のチームプレイヤーと評されているある日本の個人サイトに 2002FIFA ワールドカップが開催された2002年にデンマーク代表が和歌山で合宿を行った際にトマソンと聴覚に障害を持つ地元の少年との間で心温まる交流があったとするエピソードが掲載されインターネットを中心に話題となり2006年4月にこのストーリーを綴った少年とストライカーと約束が双葉社より出版されたトマソンには 聴覚に障害のある姉がいて、その結果、トマソンは手話ができるという設定だった。しかし、2010年5月に NHK で放送された 2010FIFA ワールドカップ関連番組の中でインタビューを受けたトマソン本人がその話は知らない。私は手話もできないし、一人っ子ですと否定。番組内でこのストーリーはフィクションでしたと結論付けた。 引退後は、故郷のデンマークには戻らず、オランダで暮らしている。4 8十8 7十0二十一二十三3 7百八十一万三千四百二十三三二零三一七零三十五四百七十六二十二十四八二十三五百十三三千五百三十 8 3, 40, 50, 6, 23, 4 2 3 0 6 2 4 0 3 2 3 6 7 4 0 8百八十五十一三十六一六十七二十三五百七十四二百三十四これ以外の重要な試合としては1999年のオランダスーパーカップフェイノールと1試合出場1得点2003年のインターコンチネンタルカップ AC ミラン、1試合出場1得点、2004年のスーペルコッパイタリアーナ、AC ミラン、1試合出場0得点、2009年の UEFA ヨーロッパリーグ出場プレイオフ、フェイエノールと2試合出場1得点などがある。52得点を挙げており、ポール・ニールセンと並んで、デンマーク代表最多得点記録を保持している。スコアと結果は、 デンマーク代表の数字を左側に示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。